中川無線電機、中抜き屋 SK ジャパン、中抜き屋旧中抜き屋広島本通り店、株式会社中抜き屋は、かつて存在したディスカウントストアを営んでいた企業。化粧品、生活雑貨等を扱う中抜き屋の他に、サラダボール、メルティングポットといった雑貨店も展開していた。創業時は家電量販店でもあった。大阪。 日本橋にある電電タウンの老舗電気店、中川無線電気が経営悪化から強電参化となったことを受け、2001年11月に中川無線日本橋本店を新たな店舗ブランド、中抜き屋に変更。従来の家電量販店の枠を超え、あらりの低い家電製品からよりあらり率の高い、化粧品や雑貨、衣料品などに主軸を置いた店舗としてリニューアルした。 同店の1階には、中川無線時代の末期より同じくショップ99が入居し、家電を買ったポイントで食品が買える店ということで一部マスコミにも取り上げられた。名前は中を抜いて安く、商品を販売することに由来している。以降順次、他店舗の中川無線も中抜き屋に変更していった。2002年には、当時同じく協電参加だった長崎屋と FC 契約を結び、 渋谷店と平塚店を出店し、関東に進出。また中国、四国地方にも出店した。しかし、経営状態は好転せず、創業地のデ電ンデンタウンから撤退、最盛期に30店舗以上あった店舗を9店舗にまで削減など大規模な事業縮小を行うがそれでも、改善が見られないため、2005年7月に中川無線電気株式会社は、 キャラクター商品の企画、製造、販売を行う SK ジャパンに中抜き屋8店舗を売却し、新会社、株式会社中抜き屋を設立。売却されなかったワンダーグル1店舗は閉鎖。SK ジャパングループ3回行はしばらく中抜き屋のストアブランドで店舗を拡大したが失敗。2008年2月末をもって業績の悪化を理由に家電販売から撤退。 家電製品を扱っていた店舗のほとんどを同年2月中に閉鎖した。また、SK ジャパンの小売り部門として、サラダボールやメルティングポットといった別ブランドによる店舗も運営していた。その後、数店舗で経営を続けていたが、2012年10月に会社を生産する旨を発表。2013年2月末をもって株式、会社中抜き屋は生産した。 生産決定時点で営業していたのは大阪、広島、愛媛の3店舗であり、松山の店舗を除きすべて閉店している。なお同社が運営していた通信販売サイトは親会社の SK ジャパンに引き継がれ運営が継続されている。店舗部門を手放した中川無線電気株式会社は2005年8月に社名をシグマゲイン株式会社に解消。 東北の地方、スーパーサンマリオ買収し、投資、不動産会社に生まれ変わった。その後も業績は低迷し、2009年に4月に上場を廃止した。2010年9月にユートピアキャピタルに称号変更し、以後の動向は不明である。中抜き屋営業場と前の中川無線電気時代の店舗も含む。中抜き屋松山銀店街店ツイッター。ありがとうございます。